高橋義雄から1937年12月12日は、日本の実業家。茶人、高橋総安としても知られる。三戸の高橋恒彦の4、男として生まれる。明治維新により生活困窮に陥り、13歳で、上田村の五福店、近藤に、鉄地暴行に出される。3年奉公したが耐え難く、実家に戻り、以降各所に居候しながら学ぶ。 1878年頃は、水戸の漢学塾、自教者に通った。茨城中学卒業後地元で就職するつもりだったが、福沢諭吉が、新聞事業のため文章の上手い学生を探しているという話を聞き、上京。1881年、慶応義塾に入学して約1年間、学んだ後、1882年5月に、友人の石川官名。 伊坂直美キラーと共に、福沢率いる、時事新報の記者になった。キートバイバイで成功した、前橋の商人、下村善太郎と知り合い、実業視察のための要項話を取り付け、下村の援助で1887年9月に、渡米。ニューヨーク郊外の商業学校に学び、デパートなど、商業視察を行った後、都営、ロンドン、リバプールに滞在中に、パリ、 ブルッセルも視察し、帰国後、三井銀行に入社。1895年、三井五福店に移り、様々な経営改革を行った。例えば、江戸時代以来の座売りを陳列販売に改めたり、大副長を辞めて、会計制度を導入したり、経営の近代化に努めた。高橋の経営改革は、同窓の日々洋が引き継ぎ、さらに推進することになる。その他、 三井鉱山などの経営にも関わった。三井家の重役の中でも特に勢力があり、贅沢な暮らしぶりで知られた。王子聖師の専務を最後に、1911年50歳の時に実業界を引退し、以後は佐藤三昧の生活を送り、風雅の道を通じて、各界の名士と広く交際した。対象名機関、東都茶会記など、佐藤に関する著作が多数ある。 72歳の時自伝的随筆、放棄の後を新聞連載し、翌1933年に出版。高橋は、五国寺の断ト総代を務めており、五国寺を佐道の総本山にしようと考えていた。五国寺への松平不満以降の文化化御温城寺日光院客殿の移築、茶室の整備などを行い、佐道信仰に尽力した。妻に千代。千代とは、 小がなく、横浜貿易商会常務、山田松三郎の三男、三つ男を養子にしたが、千代が没した翌年、井上薫夫妻を売借人に29歳の養子を5歳に迎え、60代にして、長男、忠夫、次男、年男、長女、吉子のモデルは、高橋義夫の妻とされる。ありがとうございます。